はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、俺です。今日別に車とか別に、そういう系の感じじゃなくて、僕的な最近あった出来事、はい、のことを動画にしようかなと思ってますけど、この間、僕がね、メインで使ってる、携帯とか、スマホ、ツイキャスとかは、こういう端末、ツイキャスの端末があって、これ昔使って、これも、このあれなんですけど、あるんだけど、他にもあるんですよ。で、メインの携帯が、ここ何年かエクスペリア使ってるの、ね、ね、何だかな、2年前買ったこのジェットワンケース知らんけど、今はもうなんか出しよって言われて XZ なんちゃらかんちゃらとかわけからん、わけからんですよね、とは出てるんだけど、これがね、これ画面割れるとさ操作効かないんだよ、これ。ガンガンしてるよ、これ。わかるから。わかるかな、もう線に入ってるから。もうさ、なんで割ったかわかんないです。なんで割ったかわかんないけど、割れてた。ショップの線、これ、どっかで落とされたんですかみたいな。いや、勝手に言われてほしいみたいな。ということで、僕はまあ、安心なんちゃらパックで保険みたいなやつが入ってるから、交換してくださいと。機種が高いし、機種にしてもいいんだけど、機種が高いし、だってもうね、変だし、これレベルだと何だろう、19万、10万はするんでしょ、あったら、5000、8000払って、交換した方が安いだろう、と思い、そうしてくださいと頼みました。そしたらですね、この機種、古すぎてございませんと。はい。古すぎてございませんので、もう一個新しい、ランクのやつにしてくださいと言われまして、その携帯がね、こちらになります。はい。ここからここに進化したっていう。これね、Z3 ってタイプかな。Z1 か Z3 って言ったら、変わったんだけど。言うて、俺、あんまりさ、携帯じ、維持するけど、基本電話、言うて、この機能すら存分に使えてなかったのに、また同じような機能がついてるようなやつを、保証で新しくなったと。保証で、同じやつだとほら、もう4、5年前になっちゃうから、これ。はい、多分4、5年前だと思う。4、5年前のタイプになっちゃうから、ね、同じか、これね、4、5年前って言っても、もうね、何回変えたかな、3回画面割れで交換して、今回のベース、今回のテーマは、3回画面割れで、1回は、なくしました。はい、4回、だから4回変えて、これ、今回 5台目なの。今度はこの Z3 というタイプ、頑張っておこうかな。これで
電話してます、最高だね。古きは古い、古いほど、そこの、なんていうところのセンターか、なんかそういうセンターがあるんだよね。これもうすぐ返さないでさ、これ罰金食らうからさ、だから動画撮ったんだけど、どうでもいい動画なんだよね。マジ本当に。どうでもいい動画なんだけど、皆さんもね、そういう、なんちゃら、安心なんちゃらパックとかそういう保険みたいなのがあるんであればね、ぜひね、確かあれ、いいな。何百円とかそれぐらいの世界だから、入っていた方が、なんと、ってことで、今日は、どうでもいいんだけど、俺、携帯の画面が割れて、故障で、交換したものの、1個新しい機種になったっていうところでした。はい。はい。まあ、これでさ、さよなら。はい。